見ました、あなた。本当に何ですか。見てください、この豪華なケータリング。力の入り方違いますね、ほんまね。どうしたんですか。誰の喋り方ですか。釘付けでございました。釘付け、ありがとうございます。釘付けの収録行ってまいりました。完全に上沼さんの喋り方が、はい、お姉ちゃん、いや、ほんまグリーンで来たもういいよ、似てないですよ、全然。上沼さんの喋り方にインスパイアされて、ちょっと見てください、これ、もう撮って、これえ、これもう本当、ちょっと撮るわ、撮りなさい、ほんま返しなんだって返しなんだって、これ撮るの、あ、わかりました、どれ撮っていいですか。これお弁当撮ったり、あ、わかりました、あ、もうあんたもう何撮ってんの、ほんまにそんなこと、そんなシーンねえよ絶対上沼さんそんなシーンないから、できないですから、できないですか、ちょっと撮って、はい、東京でもなかなかないですよ、これ。うん、ないですよ、ないな。この豪華さ、見てください、このお肉。お肉。そしてカレー。目玉焼き物ってあんた、ほんま。目玉焼き物。いつ食べたらやろ、こんな目玉焼き。ほんま。会話が嘘すぎる。会話が嘘すぎる、上沼恵美子。会話が嘘すぎる。会話が嘘すぎる、上沼恵美子。うん。見て、あんた、これ。水やん。あなた、アンミカじゃないもん、それ。あなたはアンミカさん。テンポもある。これすごいやん。綺麗な、もう透明感あるお水。これなんと、ね、見た感じも1万円以上しそうですけど。するか。今回100円なんです。するか。ありがとうございます。どうでしたか、釘付けは。まあでもありがたいね、毎回ね、こうやって西に呼んでもらえて。そうそう、嬉しいです。ね。うん。今日は大阪でお仕事ということで。まあ明日もね、ライブがありますね、うん、Vlog には多分載ると思いますよ、うん、感想どうでした。今日はね、もう100点誰なんだから、上沼さんじゃないけどね、うん、あ、ね、まあでも、あれだよね、点数つけらんないよね。誰ですか。高田さん。いや違う。どのシーン高田さんの点数。今日はだからこんな感じです。ちょっと疲れました、だから。疲れましたね。うん、まあ明日も頑張りましょう。大阪でちょっと。大阪でよ。はい。5月5日。この頃に。今日はクールジャパンパーク大阪 TT ホールでライブ2本あります。近くが、隣がもう総本山のラジオショーみたいな、そこは入れないんで、そこは入れないんですけど、ここまでなら入れるという こんな近くに、はい、楽屋に、あら、ハゲ2人が、かわいい、ピンク、あ、おはようございます。おはよう。声があんま出てない。第一声、おはよう。誰。おはよう、嬉しいわ。誰、一緒なって、いや誰って、こちらピンクやな。おはよう。おはよう。おはよう。やんか、かわいいね、嬉しいね。お忙しで、うん、うん、いろいろ楽しい、楽しい、楽しい、あまり楽しいですか。大丈夫、楽しい、大丈夫ですか。言い聞かせてません、それ。いや、言い聞かせてない、本当に楽しいです。あ、そう、楽しんでる人。そうか、ちょっと焦ってもた、目うつろですけど大丈夫。繊細だから、ピンクさん心配してるんですよ、みんな。繊細だから大丈夫かなって、大丈夫だから、まあ忙しかった時にね、ちょっと、ね、体調崩しちゃったから、ね、ちょっとね、現れやすいんですよね、ですよね、体調にね。でも今はちょっと落ち着いてます。また忙しくなって崩すのかな、ね、なるほど、ちょうどいい、体をやっていくためにはちょうどいいかな、なるほど。 R1 取ってから金属と初めてですか。うん、今日初めて、うん、そうやね、優勝してからは初めて。あ、もうでもね、そう、勝手知ったるというか、そうそう、何回もライブ呼んでくれてるから、ね、ああ、いいですね、うん、すごいライブね、今日、今日すごいライブですよね。ネタもせず、ネタもせず、エピソードトークもしない、金属バッグ、デルマパンゲ、サコタに悩みを聞いてもらって、ドクターハニーさんが占ってくれるライブ。何これ、すごいライブだから、悩んでるでしょ、うん、皆さん。あ、悩んでる。ほんまやったらお金取りたいぐらい。俺らから、そんなにちゃんとやってくれないって結構高いですよ。絶対話ちゃんと聞かないでしょ、金属とサコタでしょ。いや聞かないでしょ。その前に、なんで占う前に、なんで2人を挟まなきゃいけないか。まあ、カウンセリングとか。あと、あのヒロキ何してんの。ヒロキは MC。 ヒロキ MC、 ヒロキ MC、 確かに ね、 ね、そうか、ちょっとじゃあ今日もね、な、
頑張りましょう。楽しい。解決すると楽しそう。ね。ただ悩みいっぱいあるからね。大丈夫。大丈夫。いやいやいや大丈夫。大丈夫。悩みいっぱいあるやんか。大丈夫大丈夫ですか。以外のことでも。ああゲあプライベートとかね。もうちょっと男前になりたいとかあるやん。言い出しちゃってない。それタロット。タロットやる。心配なんだよなピンクさん。はしゃぐな。もう言わないんですよ。ひろきです。こんにちは。こんにちは。変なライブだったなあ。れ、うん、年一で毎年やってる。年一。なんで年一本で。いや大好評につき。うん。毎年やってる。いや大好評なら毎月とかよ。毎月よ。レアル占いライブ。うん、もう面白かったけどね。あれがたくさんの悩みとかもやるからさ。ね。ぎゅうぎゅうで時間配分ぎゅうぎゅうでやってる。変なライブだったな。ちょっとやっぱ東京のさ、はい、若手でも、うん、デルマパンゲさんやっぱ面白いっていう人結構めっちゃいるからさ、嬉しい。やっぱみんな口を揃えて言うね、うん、ひろきの顔がいいっていうね。顔がいい、顔が面白い、顔が面白い。顔が顔が面白い、ひろきの顔が面白いってやっぱり。顔が面白いってな。面白くない？俺の顔。いやいややっぱりいい顔してるからさ、その。いい顔はまあまあまあ、うん。話聞いてる時の顔がやっぱみんな面白い面白いってみんな言ってるから。面白いってな。失礼な。失礼な。面白いわけないでしょ。いや面白いからね、みんな言ってるから。それは真剣に話聞いてるだけ。変わった仕事、相方の話を真剣に聞く人。そうそうそう、変わった話。真剣に聞いてイラッとしてるだけ、うん、最後嫌われて終わり。そうそうそう、スカンって言われて。あんなに話聞いてあげてるのに、うん、怒って帰られるんだよ。かわいそうすぎるよ。かわいそうな仕事。ちょっとまたね、ライブができるかもしれないので、うん、あ、そうね、あの、よろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。お願いします。ありがとうね。ありがとうございます。え、やめろや。まだ捨てんぞ。お前動画ちゃうのか、やめろや、お前。タバコやめろって、もう。やめろって。お前が動画やめたらタバコやめろ。どういうことや。やめてくれて。タバコやめろって。あ、まあ、そんなよ、お前。なんで。やめろ。うん。いやいや、いいでしょ、こうやって。ワーキャー芸人やぞ、わしみ。自分自身なんか潰せるんだから、ね。吉本興業だよ、僕。吉本興業とか言うな、はっきり。しみ。いやいや、ワーキャーじゃないでしょ。ちゃんかわい出てんねんけど、やめろよ。あんまテレビ映さないよ。ちゃんかわいがサンテレビに出てねんぞ。一個もすごいな。どこでもロケ行ってな、かわいさん。やめたまえ、君。なんだそれ。やめなさいよ。よくないですよ。さあ、というわけで終わりました。終わりました。はい。果たして仲良くなれたんでしょうか。交互期待。配信ぜひ見ていただきたい。まあこれが上がる頃にはもう終わってるか。ね、終わってるの、そうです、うん。いやー、楽しかったですね。楽しかった。うん、またやりたい。また何回も和解するもんじゃないけど。うん。というわけでございまして。本当に挨拶は大事ということ。うん、身に染みたんじゃないですかね。そうそう、人に言った分我々も人一倍やんなきゃいけないね。ちゃんとやってるからね。うん、でも楽しかったですね。楽しかったね、大阪のこの2日間、うん、そうね、釘付けも楽しかったし、まあね、ゴールデンウィークで多分何本かの、うん、あの、うん、動画になると思いますんで。このゴールデンウィークは良かったと思います、非常に。うん、確かに有意義でしたね。なんかね、楽しかったし、一番なんか仕事してる感じもあったし、うんうんうん、エスパルスも楽しかったしな、うん、なんかいいこと多かったね。そうですね。こんな日がまた続くといいですね。うん。1日挟んで、いろんなところにまたロケに行く日になると思いますので、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。次はどうやら
漁船に乗るようです。よっ。ありがとうございました。